はようございます、田野浦です。今日はオリバ開封やっていきます。久しぶりに秋葉のトレカの洞窟さんでこのモンスターボール柄のオリパに本当久しぶりに出会えたので買ってきました。1回1000円税別5パックで合計5400円分ですね。でいつもここね、なんか当たり役のカードをちょっと出してくれてるんですけれど、今回ラストワン賞のリーリエ以外一切当たり役の情報がないんですよ。いやー怪しいですねいきなりあれですよね、疑って入るところすごい失礼だと思うんですけど、まあまあここのリパ結構ね、いいカード入ってるんでちょっと期待して開けていきましょうかね。今回1000円分5パックです。毎回このモンスターボール柄のね、パッケージがいいんですよ。ではこれすごい印刷めちゃくちゃ綺麗なんですよね。わかりますかね、これもうこのムラがないというめちゃくちゃどうでもいいんだけど、なんかいいプリンター使ってるなーって勝手に思いながら買ってますね。いつもいきます。チョンチ、ドヒドイで超爆インパクトのカード入ってますね。早速ネイキオとほっ、おーなるほどね、はいはいはい今回のテーマは超爆インパクトなのかな。なんか超爆インパクトの当たり役とかも普通にありそうですね。わだっこ、まあ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 、なんかまあ普通に今人気なカードですよね。ロストマーチに必須、4枚必須のカードです。なんか1パックしかまだ開けてないけど、なんかこのオリパの全容が理解できた気がする。わだっこもしかしてめちゃくちゃ入ってるんじゃないちょっと、その辺も、気にしつつ見ていきますか。なんかね、わたっこいっぱい入ってそうな気が、なんかそんな直感がしました。ちょっと待ってくださいね。やっぱノーマルカードあれです、ノーマルのカードあれですね、超爆インパクトのカード入ってますね。レベの目、これ普通に強いカードです。ラッキー。僕そういえばこの間、ちょっとなんか GX っぽくも見えてましたけど、僕そういえばこの間あれですね、ゼラオラとハピナス組み合わせたデッキ使いましたね。そういえばサントスさん戦ったぐらいなんですけど、あのデッキすごいやっぱコイントスしまくるんで楽しかったです。ラッキーと、早速 GX っぽくも見えてるんですよね。僕順番間違えたから、いきます。ほっ、おー、ルギア GX。まあ、なるほど、なるほど。まあ、そういう感じね。使える GX ポケモン2枚で来る感じか。これも全然嬉しいですね。ルギア GX 数に今強い GX ポケモンですし、ホーもまあ未だに強いカードですね。まあ、1000円はギリギリいかないぐらいですけど、単純にこの2枚が使えるカードなんで嬉しいです。にしても1パックからあれだね、GX ポケモン2枚出るってなんか、違和感しかないんだけどな。じゃあ3パック目開けていきます。まあ今回も5パックしかないんで、ね、すぐ終わると思うんですけれども。ちょっと待ってくださいね。ラッキー。ドデカバシ。ケララッパしか使われてないかわいそうな二進化ポケモン、ストライクと、おーこっちかちょっとすごいリアクション遅れたけど、こっちかー、まあ、ハイパーレアね、ビリションのハイパーレアなんか、この間も引いた気がするな、あっち SR だったっけな。いやー、ジンライスバーグのシード戦でめちゃくちゃお世話になりましたよ。はい、ビリション GX のハイパーレアですね。懐かしいな、そういえば。ジンライスパークの箱をこの間買ったんで、またどっかで開封とか取りたいですね。じゃあ4パック目開けていきますか。まあまあ今のところ、まあ可もなく不可もなくみたいな感じ。なんか当たり枠的なカードを引きたいですよね。ブルー。そういえばすっからかんのグランブルが、大型大会で結果残してましたね。メリープ。チョンチーと、次かな。ほっ！おー、ああ、まあ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 、ルカリオ GX。オッケー。これは普通に嬉しいですね。僕4枚持ってなかったんですよ。いまだに。このルカリオ GX はまあ本当にいまだに強いですよね。進化した番だけですけど、1連で120ダメージ出します。ハチマキ電話仕込みでさらに火力上がりますからね。このルカリオ GX は全然嬉しい。普通に。オッケー。じゃあ、ラスト1パックですね。開けていきましょう。そうですね。なんか当たり枠的なカードあるんですかね。なんかルカリオ GX がどうなんだ当たり枠なのかな。最近地味に値上がりしてますけど。まあ値上がりしてるで言ったら、ポケモンカード全般でも値上がりしちゃってるんでね。もうオリパ買えるだけでも恵まれてるのかなとか思いますね。ウソッキー、オドシシ、アリアドスとラスト1枚。当たり役なんかお願いします。ほっほら、やっぱりワタッコ結構入ってるわ、これ。まあまあ、全然いいカードなんですけどね。超爆インパクトで出たカードですけど、っていう説明も2回目か。まあ、終わりがワタッコでいい感じじゃないですかね。おワタッコって感じで。まあまあ、1パック1000円しましたけど、まあ、個人的に全然普通に、有料な使えるポケモンが出てくれたんで、満足ですね。はい、久々にこのモンスターボール柄のオリパに出会えたので、5パックだけ買ってきました。今回の動画は以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは。